もてあそぶ傲慢な純血種。静か様、いつしかお前の存在が変わっていった。いっそ復讐など忘れてお前と共に地の果てまで逃げようかと思うほどに。千もなきこと、人間と純血種が共に生きたところで行く末はあの人と同じ。ごめん、起こしてしまったね。あ、カナメ、先輩。どうしたの？今、そこに静香さんが。ああ、ここは静香も使っていた部屋だから。